工藤康代法歴5年2月20日は、赤江戸風雪公の筆者、工藤平助の養父で、仙台藩江戸詰めの藩囲、絵師。号は、竹庵。平助の娘、工藤綾子の著作、昔話に詳細が記されている。工藤上安康代は、仙台藩第五代藩主だけ吉村が、漢方3年に、江戸品川袖が先に隠居するにあたり、その辞位として三百国でで飯抱えられた。 延長三年頃、仙台範囲になる際に再退が条件であったため、二十三歳年下の植津浦園と結婚し、同時に、紀州藩江戸詰めの医師長井大安の三男であった十三歳の平助を養子とした。昔話によれば、養子平助には全く医学を授けなかった。しかし、実家で学問らしきことを、ほとんどしていない平助に対し、朝、大学を始めから、 終わりまで通して三度教え、翌日まで復讐するようにと命じて、自らは出勤するという教授法で、十日ばかりで四、書のすべてを教え、それによって平助は三ヶ月程度で、官石はすべて読めるようになったという。法歴元年、伊達吉村正居の際、願い出て、判定外に屋敷を構えることを許され、天馬町に借地して二軒間口の広い玄関を持つ、家を建てた。 法暦5年2月20日に死去。去年60。墓所は、深川の新行事にある。竹庵安,安代は、優れた医師であったばかりでなく、学問、稼働、書道及び、武芸百般に通じていた。また、武けという一種の遠金法の手法を駆使する絵師でも、あった。仙台藩では安代に対し和歌の添削なども、命じている。孫にたる工藤綾子は、昔話の中で、 工藤上安と、神寺様は、誠に諸芸に達せられし人なりし、いつの間に稽古有志や、不思議のことなりと記している。同書には、また、寺様は、相続無記号者にてありしの記述があり、蓄財も巧みであったと言われる。また、京都にいた江戸開拓論者の並川天民から、北方に関する情報を得ており、江戸地開発は安代にとって、 長年の重大な関心事であった。養子となった工藤平介には、異業や自分の仕事向きのことは伝えなかった。昔話には、ある時、平介が茶屋で休んでいた時、工藤上安様のお子様かと声をかけられた逸話が秀才されている。声をかけられた平介が、さようだがと答えると、竹安様は格別のご名医でありました。自分が若い頃、 松坂屋の手代が病を得て様々に治療したが、一向に良くならず、自分が頼まれて、竹安様のところへ行き様子を申し上げると、患者は兼ねて、より朝月を好んで多食していないか。それなら行ってみるに及ばない。薬を控えて、生姜の絞り汁をついたちに、茶碗一杯、三度とに用ちいよ。併誘するであろうとおっしゃられて、その通りにしたところ完全に治りました。その時、 私は、工藤様のご門所を見覚えていたのですと言われたと言う。関 P9 から10、昔話に、ご家中に、外宅というは、爺様がはじめなりの記述がある。武田 P333、ありがとうございます。